皆さんこんにちは、竹脇まいなです。本日は1週間分の痩せる朝ごはんレシピを紹介したいと思います。私はだいたいこれ。はい、ということで今回私が普段食べている朝ごはんのレシピを6つ紹介したいと思います。私朝食の考え方としてはお腹が空いてたら食べるかなっていう感じで、普段は MCT オイル入りのコーヒーとかでね済ませることも多いんですけど、前の晩しっかり動いてなんかねもう朝からお腹ペコペコじゃーいっていう時はね、だいたいこの6種類のうちのどれかを食べています。で、基本的に必要な食材もこんくらいで、バナナ、卵、植物性のミルク、オートミール、あとは良質なタンパク質っていうことで、魚とかまあ鶏とかね、プロテインとかそういうものくらいしか使わないのですごく簡単だと思います。これらを食べることで私としては朝からしっかりねタンパク質を取ったり良質な糖質脂質を取るっていうことでね、一日の食欲がすごく安定するなっていう風に思いました。なので普段からちょっと食べ過ぎちゃうなとかね、ボディメイクしたいなとか減量とかしたいなっていう方はね、ぜひぜひ試してみてください。それでは動画スタート。 Good morning。一品目はね、私のインスタのね、ストーリーで流したらなんかね、めちゃくちゃ反響があった、ホットバナナのレシピでございます。これはね、一番簡単でね、私も一番リピートしてる朝ごはんかもしれない。材料はバナナ1本、無調整の豆乳、あとはお好みで、蜂蜜、ナッツ、シナモンです。これだけでできちゃうの。しかもね、今回もうね、洗い物もね、このフォークと入れ物だけ、まな板とか包丁出さなくていいから、やっていきましょう。まずはね、バナナの皮をね、上半分くらい、こんな感じで剥いていく。そしたらですね、端っこからこんな感じで、輪切りにして、ちゃいます。火をこの後レンチンで通していくので火が通りやすいようにこんな感じでやっていったら器の中に入れる。そしたらふんわりラップをしてこのまま1分半レンチンします。今日のねレシピは3種類は甘い系の朝食レシピ、もう3品はしょっぱい系のねお食事系の朝ごはんレシピを紹介したいと思います。朝から甘いものはっていう人はしょっぱいものがいいし、甘いフレーバーも食べたいっていう人はどっちもね参考にしてみてください。1分半くらいチンするとこんな感じでね、トロットロになってくれます。本当にめちゃくちゃいい匂いしてる。そしたらこのね、熱々のバナナに豆乳を 100ml くらい、まあお好みなんですけども、入れていきまーす。これはね、できれば無調整のね、豆乳がいいかなと思います。豆乳じゃなくても、砂糖が入っていないアーモンドミルクとか、低脂質の牛乳とかでも大丈夫です。これをまたね、しっかり馴染ませて混ぜていきまーす。この時点でバナナがこの水分を含んで、トロトロになってくれるんです。はい、オッケー。そしたら今度はラップなしで30秒間チンします。わーい、もうめちゃくちゃいい匂いがしてるでございます。こんな感じのトロトロになったら、あとは一つかみ程度くらい、お好みで素焼きのナッツですね、塩味とか揚げたりだとか砂糖がまぶさってない素焼きのナッツを上に砕いて乗せまーす。だいたい5、6粒分くらいかな。このままでも蜂蜜いらないくらい甘くて美味しいんだけど、ちょろっと蜂蜜なんかもかけてあげると、はーおしゃれ。最後にね、シナモンちゃんをかけてあげます。シナモンはね、脂肪燃焼効果を高めたりだとか、血糖値のコントロールをしてくれるっていう効果もあります。なので、こういうね、果糖、フルーツからの糖とかとね、一緒に摂るとちょうど良くなると思います。こういうフルーツの中の果糖っていうのは、血糖値が上がりやすい食材でもあったりするので、こういうシナモンちゃんをかけるとね、よりボディメイクにはいいかなと思います。あと、単純に美味しい。私はね、このバナナとか、リンゴとかにね、シナモンを合わせることが多いかな。はい、こんな感じで、ホットバナナの完成でーす。では早速いただきます。これがね、本当にね、この寒い日の朝、めちゃめちゃ落ち着くんよ。あ、いただきます。甘ーい。これ食べ始めるとね、胃が動き出してんのがわかるの。で、バナナはね、本当に朝めちゃくちゃいい食材で、まず良質な糖質を含んでいるので、一日のエネルギー源にもなるし、さっき言ったね、果糖っていうのはすぐエネルギーに変わりやすい糖の種類でもあるんですよ。なのでね、活動的になる朝とかお昼の段階でこういうのを食べるとめちゃくちゃヘルシーです。あとはバナナはね、カリウムも多く含んでるので、最近めちゃくちゃカリウム取るようにしてるんですよ。アボカド、ほうれん草、バナナ。これをね、しっかり取るようにしてからね、全然むくみにくくなったっていうのはね、すごく感じてて、ちょっとね、むくんでんなーとか、むくむとさ、体とかおかしくなってくるじゃん。そういうのあるなーっていう人は、朝のホットバナナ、ぜひ食べてみてください。これね、本当に美味しい。シナモンがいい働きしてんのよ。ちょっと大人の味わいになって美味しい。シナモンが苦手な方、ピュアココア。他も上にかけるとね、チョコバナナっぽくなって美味しいです。次！はい、続いての朝ごはんは、チョコバナナベイクドプロテインオーツでございます。バナナとプロテイン、オートミールを使ったね、もう最強で最高な、これ以上のものはないっていうようなね、朝食でございます。最近 SNS でもベイクドオーツっていうのが流行ってきてて、要はオートミールをね、いろいろ味付けして、オーブンもしくはトースターでね、焼くっていう、ちょっとトロッと
したな、美味しいやつができるんです。材料はバナナ1本、あとは甘味料でラカント S、 カロリーゼロで糖類ゼロの自然派のね甘味料でございます。あとは砂糖不使用のアーモンドミルクか無調整の豆乳。私はねアーモンドミルクの方がカロリーも少ないし、ビタミン E とかそういうアンチエイジングに効くものもたくさん入ってるので、今回はねラカントとかねバナナとかプロテインとか結構甘みがあってこってりしてるので、ミルクはさっぱりめのアーモンドミルクにしておこうと思います。あとはお好みでチョコ味のプロテイン、こちらのマリネスプロテインをね一番美味しいと思ってるのでこれを使っていく。あとはオートミールです。オートミールってめちゃくちゃ大きく分けると2種類あって、ゴールドオーツっていうやつとインスタントオーツっていうのがあるんですけど、甘い系お菓子系のオートミールを作るときはインスタントオーツの方が水分と馴染みやすくてトロトロした食感になるのでいいかなっていう風に思います。こっちがねロールドオーツなんですけど、ロールドオーツはねこういう感じで粒が結構ねしっかりしてるんですよ。だからお茶漬けとかね後半紹介するオートミールおにぎりとかねそういうのにはロールドオーツの方がおすすめです。お家にミキサーある人はロールドオーツを買っちゃってミキサーでブイーンってやったらね、まあインスタントオーツみたいな感じになるので、そうやってね使い分けるのもありです。今回はインスタントオーツ、はい、これらでね作っていきます。作り始める前にまずはオーブンがある人はオーブンを200度に温めといてください。トースターでももちろん大丈夫です。またさっきと同じようにバナナを切っていくんですが、半分は飾り付け用、半分は生地になじませる用なので、生地になじませる方はねこんな感じで半分をね耐熱容器に入れていく、もう半分は最後の飾り付け用なのでちょっと綺麗に輪切りにして置いておきます。そしたら耐熱容器の中でバナナをね潰していきます。私はね朝ちょっとミキサーを使うのすらめんどくさいのでこんな感じでやってるんですけど、全然ミキサー使うの苦じゃないよっていう人は今からやる材料をミキサーにぶち込んで生地を作ってもありです。でここにラカントを 10g、 お手持ちのプロテインをだいたい 20g、 これでねしっかりタンパク質が取れます。そしてアーモンドミルクを 80g くらい、あー急所になっちゃった。まあ大丈夫です、大体です。一旦これで混ぜていきまーす。ちなみにマリネスのプロテインこんな感じでシェイカー使わなくても器の中でグリグリやってもダマに全然なりにくいのですごい使いやすいです。プロテインもねソイとホエイのダブルプロテインなんで結構腹持ちも良かったりとかするのでめっちゃ朝おすすめ。そしたらここにクイックオーツ 30g 入れて、そしてベーキングパウダーも 3g 入れてよくなじませたら生地は完成です。そしたらあとはさっきのバナナちゃんを上に乗せるの、はい、こんな感じ。そしたら200度に温めてるオーブンでだいたい13分くらいね焼いたら完成です。トースターの人もね同じくらいの分表面が固まるくらいまで温めてみてください。温める、はい、ということでベイクドオーツちゃんチョコバナナちゃんが完成いたしました。いただきます。見て見てこの中のとろ、外のふわ、もう完璧なんじゃなかろうか。イエーイ、早速なんですけどもね、いただきたいと思います。にゃー、これさ、これさ、ちょっと熱い、熱いだけどさ、あ、ミシミシいってる、ミシミシいってる。いただきます。大優勝、2層なの。もうね、ふわっふわなのとね、このトロットロなのとでね、もうこれは幸せよ。減量飯とかっていう感じじゃない、ダイエットしてる感じないよ、ご褒美だもん。でこれ私はねすぐオーブンに入れて作っちゃったんだけど、10分くらいオートミールを入れてからふやかしておくとよりねトロトロになるし、あと材料混ぜるのもさっき言ったようにミキサーでね混ぜてあげるともっとね滑らかな感じになるので、あ、でもね私このねちょっと歯ごたえ残る感じ、この感じ好きなんだよね。だから私はこれが好きです。バナナ1本入ってるし、オートミールがね1食分の 30g くらい入ってるから、もうこれはお腹ポンポコリになる。本当にお腹減ってる時の朝ごはんと、これだけじゃなくて実はもう1個紹介するのもベイクドオーツなんだけど、それはねポロアージュのチョコとねイチゴを混ぜようと思うのよ。それもねちょっと紹介したいから来て来て。はい、じゃあ続いてはさっきのプロテインベイクドオーツのアポロ味を作っていこうと思います。イエーイ、アポロ美味しい。さっきと材料が違うのはまずバナナがベリーになります。冷凍のベリー何でも大丈夫です。ブルーベリーでもこういうミックスベリーでも大丈夫。あとプロテインがねイチゴ味になります。何でもいいんですけど、やっぱりマリネスのがね美味しいし、1日分のビタミン10種類とかね乳酸菌も取れるんでやっぱり私はこれです。あと最後に振りかける用でピュアココア、砂糖が入っていない純粋なカカオパウダーを使っていく。これらでねアポロ味になるのよ、超美味しいよ。まず最初にねミックスベリーということで中の具材になるベリーをだいたい 50g くらいかな。ちなみに私は今もう解凍されちゃってるんですけど、カチカチにね冷凍されてる場合はこの状態で1回ね30秒くらいチンするといいと思います。常温くらいに戻す。そしたらここにまたアーモンドミルクを80、ラカントは入れても入れなくてもどっちでもいいです、すでに甘いよって感じる場合は入れなくていいです。 10g くらい。ここに
ちご味のプロテインを 20g くらい入れていきます。あとベーキングパウダーも 3g。 一旦ここで混ぜ合わせる。こうやってさ、いろんな味の朝ごはんがあったら飽きなくていいよね。うわー、ベリーで色がピンクくなったよ。そしたらまたここにクイックオートミールを 30g 入れます。そしたらね、よーく混ぜてなじませておきます。時間がある人はね、ここで10分くらいオーブンが温まるまでとか寝かせてあげるとトロトロ感が増してよく馴染んでくれます。 OK、 そしたらこれでまた200度に温めたオーブンで同じように13分焼いていく。はい、焼き上がりました。こんな感じでね、ブルーベリー入ってるか青っぽくなってるんですが、最後にアポロちゃんにするために上からね、ピュアココアかけていきまーす。これはね、普通のココアじゃなくて、必ずね、ピュアココア、無糖のものにしていきましょうね。プロテインも甘いので、無駄に砂糖はね、取らなくていいので。そしたらね、最後にまた上からベリーちゃんを好きなだけかけたら完成でございまーす。はい、こちらで完成です。にゃんともが美味しそうでございます。いただきまーす。とチョコはマブだね。バナナとチョコのよりもね、さっぱりめかな。おいしい。甘酸っぱい感じが好きな人は絶対こっちだね。濃厚こってりで食べたい人はチョコバナナかな。でもね、どっちも美味しくはどっちもね、試してみてください。あ、ただ一点注意はね、ブルーベリー系をね、朝食べるとね、こんな感じでね、歯が青くなりますので、しっかり歯磨きをして会社に向かってくださいね。次、続いてはしょっぱい系のね、レシピをご紹介したいと思います。さっきまではオートミールはクイックタイプを使ってたんですけど、ここからはよりお食事っぽくなるので、このね、ロールドオーツを使っていきます。これはね、アイハーブで買ったやつだけど、今いろんなメーカーさんで日本の会社でもあるので、ロールドオーツ、粒が大きいタイプをね、ぜひ使ってみてください。今回は私が鬼リピしてる、煮卵入りオートミールおにぎりをね、作っていこうと思います。外でお仕事ある時とか、これだけ握っていって、コンビニとかでサラダとか、サラダチキンとかを買い足すっていう感じでメインの主食おにぎり代わりとしてね、持ってってますので、ぜひ作ってみてください。まずね、ロールドオーツ 30g です。で、ここにね、水を 60g くらい入れます。ちょっとなじませる。今までね、オートミールの米化するレシピっていうのはいくつか出してきてるんですけど、ロールドオーツ 30g に対して 50cc の水だったんですよ。ただそれでね、おにぎり作ろうとするとちょっとね、パサついて固まんないんですよ。だから今回ね、 10g おにぎりの場合はお水の量を多くしております。ここにめんつゆを小さじ1杯程度入れる。よくなじませます。そしたらこの状態でラップなしで1分半レンジでチンしていく。はい、レンチンできました。そしたらなじませていきます。普段のね、お米化のレシピよりかは若干ね、水っぽいんですが、このくらいで大丈夫です。冷めたらね、馴染んでくれるし、オートミールも他の材料も水分含んでくれるんで。そしたらここに塩昆布一つまみ、あとここにね、海苔と鰹節をね、一つまみくらい適量入れていきます。実家帰省した時にね、買ってきた漁師の海苔ご飯っていうので、海苔と鰹節が混ざったやつなんですけど、こんなね、便利なのがあったんで、まあこれを入れるんですが、普通の刻み海苔と鰹節ちょろっとでいいと思います。そしてごまも少々、これを混ぜていく。そしたらばラップを引いて、なるべくね、平たく薄く伸ばしてあげて。そしたらここで登場です、煮卵ちゃんです。私のね、過去のこちらの動画でね、紹介している通りなんですけど、 100% 家でね、作り置きしてあるんですよ。卵を水から茹でて沸騰してから3分で冷水にあげます。で、水とオイスターソースとめんつゆで割ったつゆにね、つけておいたやつって感じです。これはね、もうマストで、マジで美味しいから。で、これをね、今回入れていく。これをね、真ん中にドーンってやったら、これをね、こんな感じでね、包んでいくんですよ。おにぎりにしちゃう。オートミール結構崩れやすかったりとかするので、しっかりめに握ってあげます。煮卵1個が入ってるおにぎりだから、結構ねこれボリューミーなのよ。はい、そしたら完成です。オートミールの煮卵ちゃん入り爆弾おにぎりです。オートミール 30g ってさ、1食分にしてはまあ足りないなっていう人もいると思うんですよ。なんだけど、やっぱりね、煮卵が中に入ってることですごく食べ応えがあって、ね、これ1個でも結構お腹にたまるって感じ。まあでもさすがにね、これ1個で1食っていうのはちょっと少なすぎるので、プラスで私は外食するときにサラダとかサラダチキンとかをここに追加して食べてることが多いです。結構水分たっぷりめに作ってあるので、食べる時もポロポロね、こぼれにくいかなっていう風に思います。見て見て、こんな感じでさ、ちゃんと形成されてるでしょ。ちょっと箸ですくってみるね。よいしょ、こんな感じの水分量です。いただきます。もう最高に美味しい。どうしよう、もうこれおにぎり屋で売って、ちょっと中の卵のところまで見せるね。ごめんね、食べたところで。見てこの卵様よ。周りのオートミールもさ、剥げてないでしょ、あのボロボロってしてないでしょ。こんくらいがね、お弁当にはちょうどいいのよ。え、めっちゃ美味しそうじゃない。ちょっともう一口。
味しみてる。めっちゃ美味しい。これはね、ぜひね、朝ごはんでもいいし、お昼ごはんにね、持ってくでもいいし、いつでもいいから、ぜひね、皆さん作ってみてください。はい、で次もね、オートミールのおにぎりなんですけども、今回はオートミールチーズ枝豆おにぎりを作っていきます。容量はさっきと一緒で、またロールドオーツ 30g、 水60入れました。でここにまためんつゆを小さじ1弱入れて混ぜ合わせる。そしたらここに枝豆ちゃんをだいたい15粒くらい、まあまあこのも入れてっちゃいましょう。私はね、こういうイオンとかに売ってるむき枝豆、むかれちゃったやつがさあるのよ、冷凍できるの、めっちゃ便利じゃない。枝豆ってタンパク質がめちゃめちゃ豊富で、食物繊維もめちゃめちゃ豊富なんですよ。これとオートミールでしょ、ダメな要素がない、絶対2人は出会うべきなのよ。そしたらね、冷凍されてるまんまでいいんで、この状態でまた1分半レンチンします。レンチンができました。こんな感じで結構ね、水分量があります。これをね、しっかり混ぜていく。そしたらまたここに海苔と鰹節、海苔と鰹節は絶対美味しいもん、間違いなさすぎ。あとはこういうね、ベビーチーズ1個です。 15g くらい、包丁とかいらないんで、なんとなく四角く切れてたらオッケーです。どうせね、混ぜ込むから。はい、こんな感じでポロポロと四角くね、キューブになったらオッケーです。混ぜていく。でまた白ごまですね。チーズに若干脂質があるのと、タンパク質も含んでるので、すごくヘルシーだと思います。そしたらまた同じようにラップを広げて握っていきます。にぎにぎ、やっぱり水分多めに作るとまとまりやすいですね。オートミールのおにぎりポロポロしちゃってうまくいかなかったなっていう人は、ちょっとね、水分量上げてみてください。はい、というわけでオートミールの枝豆チーズおにぎりの完成です。これにね、付け足すとしたら、海藻のサラダとサラダチキン1個とかを合わせて食べたらね、お昼ご飯としても朝ご飯としても最高な料理になると思うんで、ぜひ作ってみてください。開けてみるとこんな感じでございます。しっかりね、形もキープされてます。いただき、あーチーズ、あチーズきた、チーズ最高、めっちゃ美味しいんですけど、やっぱあったかいからチーズがね、いい感じにちょっととろけてるのよ。やば、うま、幸せ。ぜひ作ってみてください。ラスト。はい、で、最後に紹介するものは、オートミールの鮭雑炊でございます。これはね、本当に何回食べてることやらって感じなんですけど、超美味しくって、ダイエット中の人とか、あとね、生理前後とか生理中のね、女性にも非常にお勧めしたいです。で、その理由は、鮭以外にね、今回オートミールと鮭と、とろろ昆布と、青さを使っていくんですけど、この青さがポイントで、青さはね、マグネシウムっていう成分を多く含むんですけども、それがね、生理痛や PMS の緩和に役立つっても言われてるんですよ。なのでね、ぜひね、青さ入れてほしい。ない人はワカメでもいい。あとはとろろ昆布、オートミールと鮭です。じゃあまずはね、鮭を焼いていきます。こういうフライパンで焼いちゃうんですけど、魚焼くときに焼くとくっつかないですみたいなやつがあるんで、これをね、敷いていく。ほんでね、上に乗っけて焼いていっちゃいます。焼いた鮭っていうのもね、最近焼き置きっていうか、冷蔵庫の中に常にあるようにしてます。でもちろんね、これ一食で使うのは1尾分です。でまたオートミール30g 入れる。雑炊っぽくね、米っぽくしたいので、今回もロールドオーツでいきます。そしたらここに水を 150cc くらい入れていきます。この水の量は自分の好きな量で大丈夫で、150から200くらいにすると結構トロッとしてさらっと雑炊っぽくなります。でここに白だし小さじ1くらい、ほんと気持ちちょろっと混ぜてあげたら、これもラップなしで今度は2分半チンしていきます。ゴーゴー。そうこうしてるうちにね、鮭ちゃんが焼けてくれるんですよ。これね、作り置きで置いておくとめっちゃ楽ちん。あちい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 、いい感じでございます。ちょっとサラサラトロトロな感じのテクスチャーのオートミールになってくれてます。そしたらあとは簡単なんですよ。鮭ちゃんをね、上に乗っけます。あー贅沢。でここにね、たっぷりね、ネギを乗っけるでしょう。美味しそう。ここにマグネシウムの青さちゃん、そして味の決め手のトロロ昆布をね、上に乗っけたらね、最後に安定のごまをまぶしたら完成です。このもうなんかゴージャスな一杯、旅館とかの朝ごはんに出てきても私は嬉しいよっていうくらいのレベルなんですけど、いただきます。鮭の塩気とね、とろろ昆布の塩気でもうね、十分なのよ。ちょっと白だし入ってるけどさ、このネギのシャキシャキなところと一緒に、いただきます。イエーイ、高級雑炊だこれは。うん、美味しすぎてやばい。やっぱりね、魚の脂はね、
朝食べると美味しいね。いろんな食感がね、あるのよ、これ。これね、とろろ昆布とか青さとかが水分吸収してくれるから、結構ね、200とかね、150とかね、水ね、ジャブジャブ入れても大丈夫。これは晩ご飯にもいけるね。朝でもいいし、晩でもいけるし、昼でもいいし。オールタイムオートミール最高です。ぜひみんなやってみてね。はい、いかがだったでしょうか。今回紹介したレシピはね、本当に本当にね、全部私のね、鬼ゴリリピレシピなのでね、ぜひ試してみてください。ご自身のね、お気に入りのレシピとかね、これね、作ってみたら美味しかったよっていうコメントがあればね、ぜひコメント欄によろしくお願いします。それでは今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。みんなで自分の好きなね、自分を目指して頑張っていこうね。食事もその一つだからね、頑張ろうね。じゃあまたねー。